夢とか目標とか目当てっていうのは近くに置いとくといいです。近くに置いとくと思い出とか昔の成績、過去の栄光にしようか、前の結果だとかっていうのはちょっと遠くに置いとくといいです。目標とか目当ては近くに置いといて、いつでも見えるように、いつでも確認ができるようにして、目標目当て夢に向かって行ってください。はい、はい、はいはいらんのよ。終わりました。